フードルはフランス海軍の艦艇。水雷母艦として建造され、工作艦、機雷布設艦となった後、水蒸気母艦へと改装された。フードルは世界初の水蒸気母艦である。本艦により運用される水蒸気。本艦は水雷艇の母艦となるべく建造された艦である。当時の魚雷艇は艦型が小型で、航続性能が低く概要での行動範囲が、 狭かった。そこで、そのような大きさの水雷艇を、公海上まで運搬して、敵地で下ろして攻撃し、必要ならば水雷艇を修理、補給を行える母艦として設計されたのが、本館である。しかし、後に、魚雷の大光景化に伴う、水雷艇の関係を大型化により、本館の能力が低くなると、1907年に、館内溶石の大きさを生かして、 修繕機械を積んで工作艦へと改装され、さらに水雷艇置き場を利用した機雷付設艦として1910年から運用された。この頃、フランス海軍で水雷艇に代わる攻撃手段として水蒸気が注目され、本艦は1911年から持ち前の水雷艇運用クレーンと艦内の修繕施設、広い前後甲板を生かした水蒸気母艦として本艦を用いて、 テストを開始した。1912年3月に水上規模艦への改装は完了。一時は滑走台が設けられ、1914年5月8日に民間人がフランス海軍初の艦上からの発進に成功しているが、その後海軍主艦は失敗し滑走台は撤去された。マルタで第一次世界大戦開戦を迎え、アドリア海で戦乱護衛に従事後、 ポートサイドへ移動。1915年にはガリポリの戦いに参加し、搭載機による偵察を行った。5月には本国へ戻り、以降は水上規模艦として活動することはほとんどなかった。戦後の1921年12月1日に除籍され、翌年売却されて解体された。ありがとうございます。